この度大変残念なお知らせがあります。ここゴール B 名古屋7月25日をもって閉店することが決まりました。閉店する理由なんですけども、スタッフからお客様に対する度重なるセクハラ、パワハラ、そしてマンティ福原によるバルクハラスメント、通称バルハラ、なるほど、これらのハラスメントが重なり状況を深く反省しまして、このゴール美人、え、何ですか、僕はそんなことしました、バルクハラスメント、バルハラ してないですか、してないし、してない、あ、でもね、バルハラはしてないかもしれないですけど、はい、セクハラはしてきました、ね、いや、どこで、僕がプレス系とかやってる時に結構肘とか触ってきましたよね、いや、補助補助す、セクハラじゃないですか、あれ補助ですし、そういうこと、ご本人から僕はお手伝いをしてほしいというふうに言われたんでやったものなんですけど、そっか、合意の上のセクハラですね、そうそう、合意の上のセクハラですね、はい、ということでですね、今言った話はまあまあ冗談ですと、で、まあ、実際のところは、まあ、なぜ潰れるかって言ったら、まあ、儲からないから潰れるんですよ。そうですね。まあ、そうなんですけど、まあ、儲からないにはまあ理由があるじゃないですか。間違いない。で、その辺のね、ちょっと理由っていうのを、ちょっと前に、レモンチャンネルで、原田さんが話してましたね。レモンジムの原田マンさんが、はい、ゴルビージムはこうだったからうまくいかなかったんじゃないのみたいなことを言ってたじゃないですか。そうですね。で、実際このジムにいる身としては、あの話を聞いて、いや、ふざけんなよと、勝手なこと言いやがってと思うことがたくさんあるわけですよ、うん、なので、今日はその辺の話を引き合いに出しながら、こちらの意見を言わせてもらおうと、そういう感じにします。まず最初に、はい、原田マンさんが言ってたのが、ゴール B を Google などで調べると、マンティのようなムキムキが裸で写っているものが出てきて、素人は近寄りがたい。ちょっと原田マン、ここに本人いるんだよ、失礼だろまあこれについてね、まあ、私が思うことは、原田マンさんが言ってることあると思います。間違いない、あると思います。そうですよ。でこれ、ね、例えばなんですけど、例えばね、うん、ちょっとテニスがやりたいですと、テニスを習いたいって言った時に、はいはい、そのテニスを、まあ、Google とかで調べると、その全日本何位になったすごい選手ですとか、どの何々の大会で素晴らしい成績を収めてますみたいな情報が出てくると、いや、ちょっと違うんだよね、ちょっともっと手軽にそこら辺で部活やってた人ぐらいに習いたいんだよねぐらいのノリの人がこのジムでも多いと思うんですよね。なるほど、なので、そのマンティさんみたいな超本格的なムキムキビルダーが出てきたら、違うかなと。せめてそれでも服着ろって話ですよね。まあ、そうですね。もともと、なんか、めっちゃトレーニング、ちょっと、なんか、トレーニングやったことなくても、なんか本気で、ガチで頑張りたいみたいな、はい、人に来てほしいみたいなコンセプトのジムだったんですよ、一番最初。はい。っていうのもあって、まあ、別にそれでもいいかみたいな感じだったんですけど、はい。まあ結果的に言ったら、まあ、ビジネス的に見たときに微妙だよねっていう話ではあるとは思いますね。はいはいはい、次です、はい、原田マンさんはこういうふうに言ってました、はい、人材不足であったと。パーソナルの売り上げを持っている社員が東京に行って売り上げが落ちた、そこはうまく引き継ぐとかしないといけなかったんじゃないのっていうことを原田マンさんは言ってました。原田マン、こっちもね、人材のことでいろいろ都合があるんだよ。もうその勝手なことばっかり言ってね、私もね、あなたの意見大賛成、うん、そうだよね、うん、売り上げ持ってる人が、まあ、抜けたんですよね、まあ、確かにね、このジムに社員さんでパーソナルよくやってるなっていう人もいたんですよ、2人ぐらい私は知ってるんですけど、で、その人たちいなくなった、東京行ったんですよ。で、その引き継ぎみたいな、その人たちについてたお客さんを誰かが引き継ぐみたいなことはできてなかったんかな、まあ、多少回った感じですね、はい、で、ゴルミーっていう会社がフィットネスと
まあ、今はちょっとまた消えてるか分かってるんですけど、フィットネスとコーチングの会社だったわけですよ。コーチングですね、そうですね、はい。で、まあ、コーチングの方が、まあ、単価が高いと、うん、時間あたりの単価が高いと、はい、で、あ、そう、会社の全体の売り上げを見たときに、そのあのトレーナー2人っていうのは、まあ、コーチをやろうっていう話に、まあ、1人はコーチをやろうって話になって、もう1人は、はい、五反田に新しいチーム作るからそっち行くっていう感じになって、なるほどね、まあ、東京に行った感じなんですよね。だから会社全体の利益を見たときは多分上がってはいるんですけど、この名古屋ジムという箱で見たときは、まあ、あんまり上がらなかった。これもちょっとさっきの質問と似てる部分があるかもしれないんですけども、事業責任者が数ヶ月でコロコロ変わりすぎやばいよねっていうことを原田マンさんはおっしゃってました。おい原田マン、完全に同意だ。やばいと思う。数ヶ月でね、コロコロ責任者変わるのちょっとやばいと思うわ。うん、それはね、ちょっとね、まあ私今まで責任者何人か多分、ああ、あの人だったかなってあるんですけど、うん、それは思う。一応志願制だったんですよね。あ、なるほど。そう。はい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 、志願だったんですね。そう、志願制だったんですけど。あ、そうか。だってやっぱそう、ゴールビーで働きたい人って結構モチベーションとか働く意欲高い人多いんで、はいはいはい、志願したんですね。僕一回も責任者になってないんですけど、はいはい、なぜかというと志願もしなかったからなんですよね。あ、なるほど。はいはい。っていうのが志願制なんですけど、はい、やっぱりその責任者って、まあ、どうやって集客しようかとか、そうですよね。まあこういう、まあ、そこがメインだと思うんですけど、だから、はい、できないの方みんな結構動いてはいたんですよ。はい。ただ、まあ、やはりあんまり噛み合わずそうよねっていうのがあって、はい、まあそうっすね。まあ私が思うに、まあ、責任者っていうぐらいなんで、僕らでも仕事やってて、あのその一つのプロジェクトっていう単位で動くんですけど、プロジェクトで一回リーダーになったらもう1年2年っていうのは絶対に続けるんですよ、うん、途中で変わるっていうことはまああんまりないですね。だからまあ最初の人がうまくいかなかったとしても、その人をリーダーとして立てたのならば、周りがしっかりフォローをしてその体制でいかんとあかんかったんちゃうかなとはまあ思ったりしますよね。そうですね。これに関しては結構は、うん、まあそうですね、そう思われて仕方ないなっていうのめちゃくちゃ思いますね。おい原田マン、マンってへこんでるぞどうしてくれんだよ。いや、まあ仕方ないですでもまあやっぱりああやってレモンジョーク行ったことあるんですけど、はい、何回か、はい、お邪魔したことあるんですけど、はい、うちよりもちっちゃいんですよ、箱としては、はい、ちっちゃいけど、まあやっぱりお客さんが常にいるんですよ、うん、しっかり。で、あのやっぱりうまくなってる、うん、あのスタッフも固定されてますね。スタッフも固定されてるし、ハンドさんがしっかりリーダーシップ取って、まあ、営業を経営をされてるっていうのがあって、うん、まあやっぱり 100% はそこがうまくいってるから、うまくいかない、やっぱ利益が出ない、儲からない商売って絶対続かないので、はい、うまくいってるっていうのはやっぱりすごいんで、なんかまあやっぱハルドさんはうまくいってるから、まあ、ああいうことがしっかり自分にも他人にも厳しく言えるんだろうなと思いましたね。そうですね、本当にすごいです。はい、ここからはちょっとあの話を変えて、このジムの、まあ、今はちょっとあのなんでダメだったんだっていうような話をしたんですけども、良かったところ、私が実際通ってて、あ、これ良かったよっていうところちょっと言っていこうと思います、うん、あ、ありがとうございます。まずね、スタッフとお客さんの距離が近いっていうところ、これすごい良かったと思いますね。あの私他のジムに通ってたこともあるんですけど、まあスタッフの人と話すことってまずなかったんですよ。まあそうですね、あ、チースぐらいないですこのジムはね、結構あのスタッフの方と話すこと多かったですね。話しかけてくれることもありましたし、自分からちょっと話そうっていうこともありましたし、距離が非常に近かったんで、うん、あのちょっと補助とかもしてもらったりもしたんで、あのやりやすかったっていうのがありますね。チュレーニング非常にやりやすかったですし、気持ちよくチュレーニングできた。ありがとうございます、はい、これ良かったです。脱帽本当嬉しい。で次は会員さんで筋トレ歴短い方って結構いたんですけども、皆さん本気だった、うん、本気に取り組んであのコンテスト目指しますとか、そういう方結構多くて、全然経験ないのにすごくモチベーション高い会員さんが多かったです。それは私も見てて、あ、すげえなって思いましたね。普通のジムだったらなかなかそのコンテスト出ようなんて思わないですし、本当始めたてみたいな人でも
頑張って、あの人出るんだったら俺も出るわみたいな感じでやりましたね。やってたんで、そこら辺の会員さんのモチベーションの高さっていうのは、ジムでチュレーニングしててもあすごいなって思いましたね、うん、いいとこだと思います、うん、で最後にマンティさん、はい、僕ねこのジムがなくなって、はい、どうしたらいいですか。いやそうなんですよね、マンティさんどうしたらいいですか。僕、いや佐野町さんに限らずですけど、僕どうしたらいいですかね。あれ僕は一体このジムを辞めてどうしたらいいですか。なるほど、そういうことだったんですね。事前入会してきたんですか。はい、もう入会しました。次のジムもう入会してますからね私。まあもし、まあ、今後あとは多分自分が、まあ、健康的に80ぐらいまで生きるとしてあと50年人生あるわけですけど、はい、50年のうちもう1回ぐらいひょっとしたらジムのオープンに携わる機会って、ね、ひょっとしたらあるかもしれないんで、うん、まあ、その時も同じ鉄を踏まないようにしたいなっていうのを思いました、すごく。ね、まあ、本当にいろんな方にご迷惑をおかけする閉店にはなると思うんですけど、はい、あと1ヶ月ぐらいはやってるので、まあ、ぜひパーソナルとかもやってますので来てほしいです。はい、ということでですね、まあ、いろいろ話してきましたけども、今がまあ6月の後半に差し掛かるかなっていうぐらいのとこなんで、まだね1ヶ月ぐらいここゴールビージムやってます、はい、そうです。はい、マンティさんもパーソナルちゃんとこのジムでやってますんでね、皆さんねぜひ遊びに来てみてください。お願いします。はい、でもスタッフを見つけたらもうどんどん補助に呼んでください。ああそうですもう本当に、うん、どんどん呼んじゃってください、はい、補助してください補助してください補助してください。でも補助で筋トレになるぐらいのつもりで、はい、はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。オッケーです。